絶対渡さねえ。待て、落ち着けナルト。かわいそうな嫌われ者同士、放っとけなかったな。ん？ガーラは1尾を抜いたからこうなったんだ。お前も直にそうなるんだよ。てめえらはぶっ飛ばしてやる。待てって言ってんでしょ。ったく、お前はこの手の相手には慣れてない。このタイプの敵を倒すには二通りのやり方しかない。何だってばよ。一つは相手を近距離戦に引っ張り込んで倒す方法、もう一つは遠距離攻撃で相手を上回り倒す方法だ。でもどうやって。ただ追っていても奴は隙を見せたりはしない。ならどうするか。それはこっちで奴の隙を作るしかない。お前と俺とでな。作戦はこうだ。まずはお前が奴の気を引いて俺からの注意をそらす。その間に俺はチャクラを練って真術で奴を仕留める。真術？そう、新しい車輪が万華鏡車輪なんだ。高橋先生、失敗してもいいってばよ。最後は俺がきっちり決めてやるからよ。見せてやるってばよ。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。オイラの芸術、体に教えてやるよ。いざ尋常に一歩目始め。そろそろオッケーだ。行くぞナルト。よし。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。修行の成果見せてやるってばよ。少しは壊しがいがありそうだな。いざ尋常に一本目始め。万華鏡車輪ガン。ああ、実は死んだ。すげえ。ずしだ。まだ結界空間がうまくコントロールできないか。螺旋ガン。よし。
れたはいいが、これまでか。しかし、イタチ並みの道術を使う奴が嫌がる。